えー、ノーナでも相談にするノーネームさんからのご相談です。茂木先生、こんにちは。プルティウと申します。えー、どちらに質問すればよいかわからず、こちらに聞きました。茂木先生の朝日カルチャーセンターの、えー、授業に興味があり、また茂木先生にお会いしてみたいのですが、勇気が出ません、時々です。授業に参加される方は、きっと優秀な方ばかりかと思います、えー。私は大学生の息子2人を育てるただの母親です。私のようなもので大丈夫でしょうか。 時に興味のある分野は、日本の教育と入民時計作成ですということなんですけども、えー、全然大丈夫です。あの、私の講座はですね、えー、もちろん、あの、最新の論文、英語の論文を、内容をご紹介したりもするんですけど、まあ、あの、とにかく、あの、私が一番心がけてるのは、その、最も高度な内容を、妥協せずに、しかし、わかりやすく、えー、そして、何よりも心を動かすように。 えー、提示するってことなんで、えー、これねあの僕長年にわたっても、まあ、大学だとかいろんなところで、えー、講義をしてきて培ったある種のやり方なんですけども、まあ、世の中ってねいろんな入り口があって、まあ、ご興味持ってらっしゃる日本の教育だとか入民地覚醒なんか入民地覚醒入民地幻覚のことをおっしゃってるのかな、えー、そ,そういうものってどん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 掘っていけば掘っていけるんですよね。 でそこにはいろいろややこしいこととか難しい理屈があるんですけどその入り口でこういうのがあるよって感じていただくとかうんこういうものあるんだよねってみんなで共有するとかそういうことっていうのは感じるところから始めるのが一番大事だと思うんですだからやっぱり僕の朝ルの講座はですねそういう僕自身が今探求してて感じていることについて皆さんで共有するってことなんで本当にいろんな方がいらしてますそれこそあの高校生が来ることもありますし えー、それこそご高齢の方はもう来ることもありますし皆さん全然脳とかですね科学についての事前知識がなく、えー、いらっしゃるんで何の問題もないですあの最近、まあ、私の大切な友人のアーサビナード知人のアーサビナードがとってもいいこと言ってて「いや森さんさん学校っていうのは最悪の場合には、ね、プリズンえー、刑務所になっちゃうけども、えー、最良の場合には、えー、シアター劇場になるよね」ってことを言ってあのなかなかですねアーサビナーを 蓄深いこと言うなって思ったんですが、えー、僕の講座は、えー、劇場だと思っってていつもやってます最高のなんかトークっていうのは劇場なんじゃないかなって言ったら分かる分からないってことじゃなくて感じるってことが一番大事なことなんだなと、えー、日本の教育に興味がおありになるってことでやっぱり僕は日本の教育はですねもっとシアター、えー、感じるということを大事にする。 劇場教育であるべきだなと思ってますので、もし、あのお時間があったら、えー、いらしてください。たまたま、今日、えー、れをう、この動画を上えている2021年12月16日は、えー、朝日カチュアセンターの講座がございますので、もしよろしければ、いらしてみてください。えー、もし、いらしたらあの、この質問したものですって、<laughs> お声がけいただいたらと思います。うでした